加減にしてやれるなんてありえないんだけど。仕方ないだろ、古い家なんだから。でもさ、みんなで銭湯なんて楽しい。明日修理の業者さんが来てくれるって。どうせなら最新のお風呂にしてもらおうよ。ジェットバスとかつけて。そんな金はない。トイレだけでも新しくしてよ。同じこと何度も言わせんな。うん、トイレ新しくして、トイレ新しくして、トイレ新しくして。だって今の温水便座古い旅館のやつみたいで。こうもうだからだよ、考えておくから。本当？あ、おばあちゃんとも一緒に銭湯に来たことあった。ああ、去年の今頃だっけ、ボイラーが壊れたの。あったあった。そっか、もうそんな前。お金ないのに私たちにコーヒー牛乳飲みなって。ちょっとやめてよ、私まで泣いちゃうでしょ。アミちゃん、それ持って行ったらダメよ。なんで？かわいい。大好き、アヒルちゃんだよ。あと髪はまとめ。誰もいない。早く来なよ、今日は私たちの貸し切りみたい。オークさん、鶴ヶ流忍法絶対主理艦長。甘いわね、私にそんな技が通用するとでも。キャリーゴー。もうお風呂で遊んじゃダメって言って。オオカちゃんも遊んでたけどね。そうね、相変わらず騒がしいね、あんたたちは。銭湯は静かに入るのがマナー。和菓子屋のおばちゃん、今日も惚れ惚れするような腹筋ですの。やめなさ。さあ、入るな。ねえ、リホ。ん？なに？ごめん、なんでもない。